さあ、レンチャンの5試合目、今のとこ、ネズボースを含めて、1勝3敗と、ボロボロにやられております。はい。で、ちょっとですね、これ負けると、降格の、降格のですね、リーチになってしまうので、ここはもう、ゼガヒでも勝たなければならないです。やばい、もう飛んだ瞬間コロボムされたらどうしようもない。ナイス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 、ありがとう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 。こっちはねビーコンがあるんだ、戻りが早いと。戦略的ビーコンはここに1個配置してる。あーしたしたし、さっきの敵は撃ちました。あだは撃ってます。あーなんだよお前、手前かよ。いるぞそこにいるぞ。ナイスナイスナイス、ナイスしかないからやられたボタンがないんで、ナイスしかない。ほっほっほっ、倒してくれた。熱い、この戦略的ビーコンがかなりいった形になります。さっきいったかな。あーもう無理だ、クソ。いやダメだ、全然ダメだ。一回落ち着こう。さっきまで立ち回りと全然違うよ。崩れてる崩れとる崩れとる、明らかに崩れとる。よし落ち着いていこう。それはまずい、落ち着けないようになっちゃう。ええー、うますぎない今の。ナイスナイスナイス、ありがとうありがとう。これやばいよ、攻め込まれてるかなり上空から今。こっちがやばい様子を大きくしまして飛んできた、飛んできたね。どこ？ナイス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 。ビーコン壊されました。ビーコンがそのトルネードも知ってくれるんで、割とありがたい。そこの熱い勝負を邪魔してはいけないんで、右はまあ敵が来ないとしてチャージャーがやってくれてるんで、若干突破されたようにも 見受けられるが、どうだ。いや、なんで死なないの今の。はおかしいだろこいつ。はぁ、ムカついてきた。いや、ムカつい、落ち着け落ち着け俺。マニマジで許せんやっちゃの、マジで俺なんでやられたんねん、これよしよし、なんとか状況、トン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 ってか、まあリードはされてるけど、トントンまで持ってきた。ナイスナイスナイス、素晴らしい。いやもう、おい引きこもってんじゃねえ、前出てこいや、ガスがこれ。あー、ムカつく。あー、ムカつく、ムカつく。死ねえ、マジで、ゴミが。あー、リードしてるやん。オッケー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 。ちょ、冷静にね。行かないと、やっぱり、ダメですから、そうね、やっぱ、気をね、取り乱してはいけない、やっぱり、すごい。今ちょっと恥ずかしいところをちょっと見せしましたけど、ここからはちょっと違った一面を、僕の違った一面を。うわぁ！おめぇ、ボメクロッとしてるだけじゃねえや、あれ！いやこいつお前、敵のインク泳いできてんじゃねえよ。
ょマジでもう、あのシューターに土つけない限りは俺もうマジで、いやもうお前嫌い、友達になれないやつ、勝ってるやん勝ってた勝ってんじゃん、なんでそんな叫んでんの、お見苦しい点をね さあなんとか3勝3敗まで持っていきたい6戦目ということですね。お、味方にスピコラ、うわー敵にカーボン2枚、やばいな。先ほどちょっとあのお見苦しいところをお見せしてしまったという点をまあちょっとお詫びします。マジでやっぱりちょっと本気なんで、あの本気がゆえにやっぱりああなってしまうという点はあるんですよ。どうしてもその本気なんで、すごい本気になってしまうんですよね。どうしても良くないです。味方が強いよ、スピコラいますからね。言うてもスピコラいる試合は落としたくないんですよね。あーダメだ、やばい、今のツッコミはミスでしたね。ちゃんと冷静にやっぱやっていかなきゃならないところだったのに突っ込んでしまったと。あーそうだ、あれ人状態についてくんだ、いや忘れてた、なんだっけ、カーリングと違うんですよね、ホーミングしてくるんですよチェイスボームは。忘れてたな、やっぱりそういう点もやっぱ含めてやっぱ勉強しなければね、あのならないと思うんですよ、また新たにね。うん、やっぱそのちゃんと分かってないと、関数ってやっぱ頂点なわけで、やっぱ分かってないとね、なれるもんではないですから。カーボンがいるんでね、ちょっと怖いですね非常に。そうしたのに今だよ、まあ、でも2枚あの排除できたので、まあ、少しは良かったのかなっていう。いや後に使っていいのにビーコン、よし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 、いやいや今の連動、今の連動力な、敵いねえな、やばい、ナイストルネード、ナイストルネード、よしよしよし、いやーくっそー、今ちょっと着地狩りに夢中になっちゃったな、ボールに夢中になって飛び出しちゃう小学生のようになってしまったの今の今の例え何点、今の80点ぐらいあるんじゃないか、かなり高評価の点じゃない、高評価の点っておかしいな。よしよしよし、1枚やり、オッケー。こいつあの2枚なんで俺が言ったかというと、こいつを脱がしてしまっては多分かなりな大打撃になるわけですよ。そこはやっぱ2枚を持っても止めなければならないんじゃないかなというところで止めさせていただきました。任してもいいんだけどね。よしよし、この冷静さな、この冷静さ、やっぱその取り乱してはやっぱ勝てないわけですから、このゲームは難しいゲームなんで、簡単なゲームじゃない本当に。鬼ごっことかくれんぼ、あーやばい、危ない、鬼ごっことかくれんぼの様子をまあ合わせ持つようなそんなゲームですから、やっぱり冷静さを欠いてはあのどうしても勝つことはできない難しいゲームになってる。よし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 、俺の傘あたりも今役に立ったな、多分角1から角2に角3にと、よしよしよし、いやムカつく本当に、お前それやってるだけじゃねえか、これ煽りじゃねえのこれマジで、そうかよ。まあでもなんか突っ込んで死ぬよりはあれの方が役に立ってやると思うけどね。どこ、やばい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 
一回落ち着こう。よし、なれ。こっちから抜けてこう。俺これから抜けていくわ。見てていいの？どれから抜けていくか。違う、間違ってる。そうした。は？いやーちょっと待てや、めっちゃ煽ってきたんだけど、あいつ許せねえわ。なんかさ、煽りがなんか戦略みたいなこと言ってるやついるけど、ちげえから、お前。非人道的行為、イスラム国だやってること。イスラム国と一緒じゃん。やばい、怖い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 。ボケがよ、勝った方が勝ちなんじゃ、こらバカ。久々に燃え上がりましたね、あのカーボン。ザコカーボン見てください。ザコカーボンの今お見せします。ザコカーボンの名前、シットフェイス、読めない。ご視聴ありがとうございました。読めねえよ、お前。英語禁止じゃん、お前。ボケがよ。